いや、まだ、まだです。うん。まだだと思ってます。うん。待って、ちょっと待って、どっち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 え、どっちどっちどっちあ、始まりました。始まったの？本当に？いや、嘘だね。嘘だね。いや、タクちゃんのことやから嘘でしょ、まだ、全然。ていうか、うん、だから全然オフトークするけどさ、だからもうタクちゃんさ、誕生日さ、時に、タチバやめとって LINE でメッセージ送ろうとしたらさ、なんか、お前名前変えんなよ、わかんなかったじゃん。全然。なんか、あれ竹石いねえ、あれ、まあね、やめちゃった。あれがね。そう、なんか名前変わっちゃって、そうね、タクちゃんがさ、木村拓哉に名前変えちゃったからさ、なんか検索全然出なくて、もう。だから今初めておめでとうって。立場おめでとう。はい。ね。じゃあ、配信開始してください。はい。よっ、始まりました。いや、すごいぬるーっと始まってるけど、始まりましたの感じじゃないんですよ、匠さんが。始まりました。よろしくお願いします。すごい背もたれ使ってましたけど、さっき。今日のおずちゃん、なんと、私がゲストでございます。よろしくお願いします。いや、自分で紹介しちゃったよ。はい。で、あ、そうだね。はい、何？今日は。あ、すごい。なんか、うなぎ登りに増えとるね、本当に。もう。うん。あ、大丈夫？大丈夫？それ俺の。うん。あらま。いや、やらかしてはないかな。ツイキャスで、なんかいっぱい飲んでも手品できるのかっていう企画を一人でやってですね。そのままなんかいっぱい飲んだ後1時間ぐらい寝込んで、寝たら、なんか起きたらね、救急車呼ばれてたんだよね。っていうことが1ヶ月ぐらい前あったんですけど、あ、タクちゃんミュートだって。タクちゃんミュート。はい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 。オッケー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 。はい。じゃあね、俺今独り言を今喋ってたわけ。タクちゃんが何喋ってたかみんなちょっと想像してほしいんだけど、ね。まあなんかやらかしたっていう ね。やらかしたんでしょみたいな振りがあって、で俺その振りをガン無視して急になんか俺が自分でやらかした人の話した人になってたわけね。急にね。うん、急にね、やべえ人じゃん。なんかあれまた野島飲んでるみたいになってんじゃん。もう。まあね、お酒でね、みんな、うん、まだみんながね、心配してくれてる状態になっちゃったと。ね。で、なんか、清瀬の変っていう、なんか、ハッシュタグつけられてね、なんか、すげえいじられたんだけど、え、俺今日飲んでいいの？あれから一滴も飲んでないんだけど。大丈夫な？うん。もしもお酒飲んでいいかどうかを、ね、だから、ダメってなった場合、俺ずっとゴゴティの美味しい無糖飲んでるから大丈夫だよ。配信は続くからね、大丈夫だよ。コーヒー飲まない、うん、コーヒーも飲む。あ、両方飲む。コーヒーも飲むんだけど、コーヒー一時期水代わりに飲んでたら、なんか手先震えるようになったから、ちょっとセーブしとるわ。水代わりって水どれぐらい飲んでたかちょっとわかんないけど。2リットルぐらい。2リットルとかやばいな。おぉ。いや、でもコーヒー全然1リットルぐらい飲めちゃうから、やばいよな。はい。はい、やらかしライトナウ。あ、そう。一件だけ来てる。飲んでもいい。飲んでもいい。あ、飲んでもいいの？本当に？まあ、だって、そんな長い時間じゃないから。泥酔するほど飲めないでしょ、この時間に。高橋匠の声聞こえないってよ。高橋匠の？おい。腹話術か。腹話術でもないな。なんだ？え、なに？タクちゃんもしかして俺らにしか聞こえない、なんか、そういう能力で話しかけてる？直接語りかけてる？これ、もしや。これで今聞こえるでしょ。これで。今、あれかな？じゃあタクちゃんが言ってることを俺が大昔すればいいから。うん、ああ、そうですね。それがいいよ。それがいいよ。それがいいよじゃなくて、音声入れてくれよ。
ちょっと待って、本当に聞こえないの今。ずっと入ってないんだ。嘘でしょ。いや、入ってない。俺と、しんごさん、しんごちゃん、声聞こえてんの？わいは？大丈夫？大丈夫？たくちゃんだけ？あ、聞こえてるよ。聞こえてんのかよ、うん、聞こえてんの？聞こえてる、聞こえてる。じゃあ今から3、ラグがあるからね。ラグ、あ、ラグフェアか。え、じゃあ3人で、しりとりしたら、なんか、たくちゃんのところだけ単語を想像しないといけない感じになるね。そうだね。あ、なるほどね。なるほどね。うん、なるほどね。じゃあちょっと。まあ、もう聞こえたみたいなんでね。はい、聞こえたみたいなので、はい、ちょっと皆さんにお聞きしましょう。野島さんは今夜飲んでも大丈夫ですか？野島さんはあれ、いつの出来事でしたっけ？清瀬の辺で調べればすぐで、ちょっと待って、今見るね。調べれば出てくるんだ。清瀬の辺でもう名前ちょっとついちゃってるから2021かな。あ、9月4日ですね。9月4日、じゃあもう1ヶ月以上経ってるんですね、はい、1ヶ月以上先っ、うん、敵も飲んでないですね。まあ、うんうんうん、1ヶ月で、まあ、人は成長しますからね。そうですね、うん、1ヶ月もあればね、飲むペースも忘れるということでね、うん、そうそうそう、うん、あ、もう続々といけるんじゃないか。もちろん、ああ、いや、すごいすごいすごい。あ、だからあれだよね、反対意見が一件もないということはですよ、これもう連帯責任ですからね。信号さんも飲んでくれないと。ああ、それはもう僕も飲みますよ。ありがとうございます。私もちょっと乗ってきます、ね。はい。いや、ないのかい。ないのかいな。いやいや、全員どっか行くんかい。ただいま。ああ、お帰りなさい。直前まで冷やすに決まってんでしょうがよ。いやいやいや。あ、氷も入れてえな。あ、まあいいや。はい、ビア。僕はね、今日これです。うい。じゃあ、タクちゃん来るまでの間さ、ちょっとこれ、うん、青に、ちょっと紹介させて。あ、これじゃねえや。はいはいはい。あ、こいつなんだけどさ。タンブラーね。ま、うん、マイティーマグってやつなんだけど、これ、マジック道具だよ、もはや。ほう。これ、すごくない？これ。真上だけは、簡単に持ち上がるんだけど、横からの衝撃は絶対倒れない。な、すごいね。いや、ね。これめっちゃすげえと思って、うん、今機材とかめちゃめちゃ周りあるからね。そう、ね、うん、だからなんか配信中もこれ酔っ払っても大丈夫ですね。だカタカナでマイティーマグで検索してください。マイティーマグ、マイティーマグ、マイティーマグ、はい。何の話？アーカイブ見ろ。よし。あ、なんか、ま、え、なんか出してるマグカップみたいな。ああ、いや、だからこれ倒れないんだけど、うん、真上だけは簡単に持ち上がるカップ。倒れない？うん、倒れないでしょこれ。本当だ、重いんですか？したら、いや軽い。吸盤がついてて、ここが、だ、真上に持ち上げるとここがずれるじゃん、はいはいはい、ここが持ち上がずれた時だけ吸盤が外れるようになってる。すげえいい。面白い。めちゃくちゃいいよ、これ。だから配信中はもう、俺これにしとこうと思って。すんげえ、最近愛用してる。マイティーマグで検索オズモンドで扱えよ、これ。これなんかマジックだっぽいもん。なんかロゴつけてね、オズモンドの。そう。オズモンドの、なんかオズモンドのさ、ステッカーつけたらさ、うん、勝手に販売しようもん、それで。勝手にね。そう、勝手に。でもあれね、なんか、T シャツのマークとかつけよう、あれ。テーブルがボコボコしたらダメなんじゃないの？あと、ツルツルしてないとダメですけど、ね。ただ、だからあれだよね、なんかキャンプとかで使うような、なんかお風呂のタイルみたいな、ああいうの、ああいうテーブルはダメよ。はいはいはい。ツルツルし、でも大体のテーブルツルツルしてるでしょ。なんかさ、うん、まあでも、微妙にさ、木目みたいになってない？オズマンドのテーブル。いけんのかな？いけんのかな？乾杯！乾杯。野島さん、お酒強そうって言ってますよ。
よかったら清瀬の部屋怒ってねえんだよな。まあ、よし。さあ、というわけで始まりました。まあ、どれぐらい飲んでるか見えないと思うけど、放送中に一缶は飲むから。あ、ご安心くださいと。飲みますよということで。サントリーハイボール、濃いめ、飲むから。はい、乾杯。乾杯。いや、濃いめを選びましたね。うん。野島さん意識飛んじゃう系ですか？酔っ払っちゃうと。え、飛ばないよ。飛ばないんだ。飛ばない飛ばない。え、ってか知ってるでしょ？俺、泥酔したらさ、小さくなって隅で丸くなって寝るだけですよ。寝ちゃう人ね。うん。で、どうなんですか、その野島氏と匠氏の一番最初の出会いはいつなん？私、野島さんを初めて見たのがハンソンチェンのレクチャーの時で。お、あ、そう、その時やっけか。そう、ハンソンチェンが、チキンナゲットのデックを、はい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 、日本に持ってきた時に、うんうんうん、そう、初めて野島さんを生で見まして、うん、なんかその時も真後ろ座ってたんですよ。え、あ、真後ろ？真後ろ座ってたんですよ。あ、多分そうと思う。うんうん。で、その時になんかやべえ人オーラ出てんだって思って。あのね、あの時がいつだ？いつだっけ？2015とか6とかぐらい。そう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 。あ、一番やばい時じゃん。そう、なんかもう。うん、強靭のオーラ、やばいね。いや、強靭のオーラ出してて、すごい。イカれてる話？そう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 。なんかこの人す、なんかもうオーラだけでやべえなって思って。うん。そう。なんかね、わかんないけど、なんか舐められたら負けとか思ってた時期だったと思う。そうなんだ。尖ってたね。ジャックナイフの時ね。すげえ目ギラギラしてた。というか。舐められちゃいけないとか思ってたんだけど、何も考えてなかった時期だわ。うん、そう、その時に初めて、うん、初対面。初対面。うん、よく喋るようになったのはオズマンド。オズマンド、はい、オズマンドかな、結果ラッパしら。いや、なんかオズマンドでタクちゃんと会って、で、あ、よろしくみたいな感じで、なんか2回目か3回目ぐらいにタクちゃんと会ったあたりで急にノジーって言ってきて、すげえびっくりしたんだよね。一人の詰め方、この人バグってる系かなって思って。ね、なんかそっからすげえ仲良くなったね。そうですね。うん。そう。そうだ。それ言われた記憶あるな。うん。野島さん音量大きいです。あ、そうっすか。野島さんはね。じゃあ下げたよ。どうこんぐらいこんぐらいどうそう、どういいじゃん。ちょっと みんなで一緒にさ、なんかアカペラしてさ、で、誰の声が一番でかいかちょっと聞こえて、うん、ああ、アカペラね。はいはいはい、アカペラ、うん、どんな曲がいいの？あだしの夏ベイベイイエイイエイイエイ、お、歌えろ。いや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 、わかんないのよ。じゃあわかんないし、いや、今の歌えるのはもうマジックだわ。歌えた場合、うん、ね、まあ、はい、慎吾さんと野島さんはどういう、私と野島きはこれは言っていいの、あの人の名前出していいのそれ。いや、まあだから今はなき団体というか、まあ団体はあるんだけどっていうか、まあそういう手品好きの集まりですね、はい、そうですね。で、の時にあった、まあその方、うん、高橋匠さんとくしくも同じイニシャルの人の家に、うん、あ、じゃあ同じじゃねえわ、同じイニシャルじゃないですね、はい、高重翔と同じイニシャルの人と、はい、のところにちょっと隠してんのか隠してないかよくわかんないけど泊まりに行って、でそこでいろいろ見せ合ったんですよね。 そのイベントのいろいろ見せ合ったって手品だよ、手品だよ、手品だよ、見せ合ったのは、うん、ね、そうそうそうっていうのがありましてね。慎吾さんが夜中にリビングでフライシュー、あ、そう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 、そういう感じですよ。あの時が最初なんだ。いや、まあだからあの時が最初じゃないけど、うん、あのイベントというかあのグループのイベントが最初よ、はいはいはい、そうなんだ。野島君もずっとスタッフやってたもんね。俺ずっとスタッフやってたわ。うん、なんか搬入手伝ったわ、よく。
ね。まあまあ、でもなんか、基本的にはあんまり指示は与えられなかったんだよ、ね。遊んでただけだよ、ね。そうそう。でもなんかね、基本あそこいるといろんな人と知り合えたし、ね。うん。そう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 。あそこで、まあ、前田智弘さんとかとね、出会えたのは、なんか、こう、すごい宝だなと思う、うん。そうだ。ね、アンソンチェンの前に、野島さん見てるわ、一回。え？チャレンジャーズライブで。何やってた？クラッカーをペットボトルに突き刺して、あ、じゃあ、なんか。あ、ミラクルノジーね。はいはいはい。そうそうそう。ミラクルノジーね。あれいいね。そう、あれさ、なんか審査員がさ、笑いすぎて下向いて演技見てなかったんだよね。えと思って、ちょっとびっくりしながら演技続けましたけどね、あれ。あれもすごかったな。なんかすごい、ね、みんな。そこからオズマンド出演することになって。うん。まあでも、天界とかね、あって。天気。うん。2人はね、共演してたもんね。そうやな。2回ぐらいか、共演したの。2回か3回ぐらいじゃない？なんかさ、俺もタクちゃんも、カードカードだから、あんまりなんか被らないんだけど、うん、1回さ、なんかオズマンドでコラボした時、結構楽しかったけどね。あ、やりましたね、一緒に。ね、やったよね。ね。あと、なんだっけ、原宿のなんかのイベントでも一緒に。あ、やった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 。あれな、超大御所の人がものすごい失敗をして、で、俺ら二人、ちょっとね、楽屋でさ、頑張ろうねっつって。頑張ろうね。盛り返そうねっつって。すごい空気だったですね。すごい空気。あの後に出るのは失敗に。失敗しちゃった人がいたわけだ。そう、そうなんですけど。うん、まあね、人間だもの。人間だもの。いや、人間なんだよ。人間なんだよ。そうなるよね。そうなんだけどね。で、なんか、うん。その大失敗の後、もう一回なんか失敗した感じになって、もうすげえ空気が。あれだね、なんかマイナスとマイナスって掛け算してもなんかあれなんだね。どんどん空気悪くなっていくだけなんだね。いや、だからそれ掛け算じゃなくて足し算なのよ。足し算、掛け合わせ。マイナスとマイナスがあっただけなのよ、うん。そうなんですよ、うん。掛け合わせじゃないからね。掛けてないんだね。そうなんですね。うん、そうそうそう、逆に面白くなるかなってちょっと期待したんだけど、まだ逆じゃないよね。普通にだよね。すげえ空気悪くなるだけだった、ね。うん、すごかったね、あの時。分かった。でもあれ盛り返せた、盛り返したねって後でみんなからフォローされたんだけど、あれ優しさかな。盛り返してましたかね、はい、イベントでね。そうなん、いや、ちょっともう分かんない。あの時もなんだろう、空気がすごかったから、うん、何も覚えてないんですよ、自分の演技。必死よ必死よ、俺と匠必死よ、本当に。いや、なんか、俺の家族、うん、総出で見に来てくれてて、あの日。はい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 、はい。で、高橋匠の方が良かったって俺言われたけどね。そんなことはない、まあ、また種類違うけどね。まあね、そう、種類は違いますけど。なんであの両親のもとに生まれたんやって思ったね、あの瞬間。いやね、その失敗がね、結構リカバリーが大変だったんですよ、ね。あ、それ引っ張る。いや、そうなんだよね。今、やっとその話が終わって、次の話に入るとこだったんだけど。しなくていいし。いや、ちょっと思い出しちゃったからさ、いろいろ。うん。怖かったね。怖かったよ。ね、うん。でさ、なんかまあ、それで言うとさ、次の日、なんか、その失敗をネタにした、なんかネタを、演技をされたんだけど、昨日のお客さんいないよな、っていう状態だったんで。いやいや、まあだから、自分のためにやったんだろうね。ちょっと、どんな失敗かわかんないけど。うん、ねえ。これアーカイブ残るからもうやめようぜ、この話。そうだね、そうだね。うん、ねえ。はい、野島家の後ろはマジオンって書いてあるの。マジオンだよ。あ、釣ってるんですかそれ。え、これ？え、画像。そんな綺麗に。あ、そうなんだ。もともと釣ってたよね、なんかね。もともと釣ってたんやけど、これ画像ですね、単に。そんな綺麗になるんだ。例えば、よいしょ、ポン。で、これを、ポンっつって。おぉ。自由に変えられるで、ね。
け。いや、まあ、自由に変えられるのは分かったんだけど、なんでその絵柄っていうのあったけど、今ね。うんうんうん。いや、もうこの世の中ね、めちゃくちゃいっぱい画像あるのに、なんでそれだったんだろうっては思ったけど。うん、ちょっと楽しくない？ちょっとね。ちょっと楽しい。うん、あとは、見え張りたいときはこうやな。あ、うちこんな感じですけど、みたいな。いやおかしい。いやいや。あ、いつ来るみたいな。いやいや、いつ急におかしいんだよ。ターベルコース全巻揃ってるけど。いや、ターベルコースはありそうじゃないんだよ、別に。その、符号の代名詞じゃないのよ、ターベルコース全巻は。別に。謝罪、あ、ね、そうね。ちょっと待って。うん、謝罪あるよ、どっかだっけな。謝罪とか。あ、知ってんのね。うん。あ、これだ、これだ。はい、ポン。これが、だからあれですよ、なんか、酒でやらかした翌日の配信で、この背景でずっと喋ってたね。はいはい、全然謝罪する気ないじゃん、それも。謝罪。めっちゃ謝ったよな。いや、あの時いた人が、なんか何人かいるんだけどさ、謝ったよな、俺な。な、許されたよな。いや、圧かけんのやめてもらっていいですか、急に。救急隊員が来たんですか、家まで。え、来た。すっげえ、なんか、もう4人ぐらい来ていただいて、ちょっとお茶を出そうかなって一回思ったんですけど。いやいや、もうそれも迷惑だろ、お茶出されると、ね。すごい なんか迷惑かかっちゃうなと思って、いや、もう大丈夫です。本当すいません。そうね。じゃあ、それ、俺が目が覚めたって、うん。いろんなマジックを今やってると。そうですね。配信でやってるもんね。そうそう。同じ部屋でずっとやってますね、うん、配信しかやってねえからさ、俺ねえ11日のショーさ大丈夫かなってちょっと不安やね。俺ここでずっとマジックやってるから。あ、そうですね、あの11日やられるんですもんね、うん、そうなんですよ。あのもうなんか人間あれやね、こう筋肉がさ、もうずっと座ってるともうそういう体になっちゃうからさ、まっすぐ歩けないもんね。俺最近1時間ぐらい散歩するようにしてるもん。いや、知らんけど。ね、いや、あ、このままだと、まっすぐ歩けないと思って。やばいって思って。うん、頑張ってます。あ、じゃあ、オズマンドでやるんだね。うん、そういう、お家からじゃなくてね。うん。もう、こっから中継で繋いでほしいぐらいなんですけど、さすがにそれはダメなんで。ダメなんで。オズマンド行ってやりますよ。あ、そう。やりますよ。え、ちょっと待って、ヨーヨーさんいるの？これ、俺なんか、オフでやるのもあるの？俺あんま把握しないわ。オフっていうか、直接お客さんがなんかお店に来るってことはあるの？それはないでしょ。オンラインのみ？そう、オンラインのみです、今は。あ、オンのみ？オンのみ。オンのみです、ね。あ、オンライン飲み会楽しそう。うん。オンのみ。まあ、しかも別にここじゃなくて、後で確認してくれてもいいしね。うん。11日のチケット買いましたっていう方がいます。ありがとうございます。マジで、いや11日チケット買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ほんとね、嬉しいですね。わかんないけど急にエフェクトかけたの。エフェクトもかけるよ。いや、エフェクトかけたのか声が大きくなったのかちょっとわかんなかったけど、ありがとうございます。ありがとうございますっていう感じだったけど、ほんと。いやー、楽しいね、今日はね。楽しいですね。久しぶりのお酒。まず、タクちゃんと普通に話がね、できる。あ、もちろんね。山口さんもね。はい、いやいや、いいのよ、別に。そんな。大丈夫よ。ね、1ヶ月ぶりにお酒飲んでますし、ね、楽しいですね。じゃあ、なんか。みんな飲んでる？うん。ね、先ほど言ってましたけど。グイ。最近凝ってるトランプがあるみたいなことが噂を聞きましたけど。あ、そういうカンペが今出た。いや、出てないですね。出てないですか。はい、ね、たまに動画見ますよね。あ、ほんま。ツイッターで。あ、やべ。よいしょ。うん、そう、ツイッター芸人だから、もう俺。よいしょ。動画がね、はい、流れてるよね。こういうやつね。はい。ひらがなトランプですよ。ひらがなこれトランプ、そう、ひらがな、トランプじゃないね、だから。ひらがなカード。あーから、うんまで。あ、11日買いました。ありがとう。え、じゃあなんか、今、マジックやるからさ、なんか、野島、あ、こういう手品できるんだったら、ちょっと見に行こうか、みたいな感じになったりするんですかね。なります。あります、それ。あ、なります？
はい。赤ワイン飲んでる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に赤ワインがもう。いや、だから、なんで俺は2回言うのよ。大丈夫。大事なことですか？そうだね。声張らんとダメやで、お前。え？何？え？だからさ、今普通に会話してて、ここは普通なのよ。うん。この今、ディスコードでやってるんですけど。うん、あ、そうだね。この3人で会話してるときは音量普通なんだけど、何？配信に乗ると音量バランス、そんな音量バランス、匠が貧弱になるの？嘘？そんなに聞こえないことある？何なんだろうね。何？どうした？違うマイク使ってる？何？いやいや、同じマイクですよ。ほんま？あ、聞こえるよ。聞こえる、聞こえる、普通に。遅れて聞こえてくる？遅れて聞こえてくるね。え、じゃあちょっと慎吾さん、犬吠えさして、はいはい。犬吠えないんだよね。吠えないの？ワン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 。じゃあ手品します。はい、お願いします。はい。OK です。じゃあ、そうですね。じゃあちょっと、1枚、2枚、3枚、4枚と。はい。ちょっと匠の名前出そうかなと思ってね。高橋をまず出しました。はい。野島さんの音量が大きい。マジで？さっき下げたけどね。これぐらい？どう？どう？どう？わかんない。誰も何も答えない。タクちゃん。はい。ストップかけて。ストップ。もう。だいぶいっちゃう。もう一回いくか。はい。ストップかけて。ストップ。ゲー。じゃあちょっと見るに。た。で、これたのカードを差し込んだんですよ。うん。さっき高橋出したじゃん。うん。だから、やっぱりね。たくみも出したい。あ、かわいい。ね。なんか、アランジ・アロンゾみたいな。並びになりました。ああ、下組。何それ今の。まあちょっと。アランジ・アロンゾ知らない？知らない。野島巻ギャグが炸裂したところ、ね、はい。変わらない。変わらない。嘘。え、ちょっと。変わらないの？これさ、小さくなってるよ。なってるよね。なってる、なってる。なってる、なってる、なってる。じゃあ、多分、もうそれに関しては、もうもはや俺の存在がでかいって話になるよ。そうや、視覚的情報も小さいしね、今ね。うん。マジで？大丈夫そう？これ。大丈夫そう？大丈夫、大丈夫。こんばんは。自分は陽明酒で参加してますって。陽明酒で参加してんの？うん、言ってるね。いいね。え、いいね。健康に。陽明酒もお酒なんだね。陽明酒ってそんな軽々なんか飲んでいいものなの？なんか。わかんない。わかんないけど。薬なのあれ。薬なのかな？どうなんだろう。え、どうなんどうなん、そんなに頻繁に飲んじゃダメでしょ？多分。飲んじゃない？うい。じゃあちょっとひらがなカード使ってもう一個やるか。いいね。イエー。でもね、ちょっとやればやるほどみんな欲しくなっちゃうよ、これ。その数字っていうのはどういう意味があるんですか、その。これなんかね、うん、カードゲームなのよ。だから、うん、3のカードが出たら、E で始まる3文字の言葉を作るみたいな、そういう遊びのために作られたやつなのね。へうん、でもね、マジックには何の関係もないから、この数字早く消してほしい。イタチ。ね、イタチ。イヌイ。はい、3,4,5,6,7 枚あるんですけど、回文、回文。はいはいはい、新聞紙。あ、そう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 、そう、あの、トマトね。そうそう、トマト。チンパンジーから怪人パンチとかね、いろいろあるじゃないですか。なかなか聞かねえな、それは。それ、回文ね。みんなちょっとコメント欄でさ、回文なんか書いてくださいよ。で、今ここにね、ちょっと一つ有名なやつ用意しました。イルカは軽いってやつね。うん、ね。これ上から読んでも下から読んでも一緒だから、もう一回数えても、イルカは軽いなのよ。はいはいはい。で、回文なんですけど、これね、表から見ると意味一緒なんだけど、裏から見ると意味変わります。裏から配ると意味変わるのよ。裏から見てみようか。そう、うん、裏向きにこう配りますね。
で、そうするとね、ちょっと見るか。いるかは、意味が逆になっちゃう。えぇ思いになっちゃいました。思いになっちゃった。ねえ。確かにでも。そんな感じ。イルカ軽くないと思ったもん。だ正しいよね。いや。比較対象がね、多分クジラが比較対象なんじゃない？正しいね。ああ、そういうことね。比較されたら軽いけど。ちょっとなんか。面白い。いや、面白い。面白いね。うん。楽しいよね。見やすいしね、すごい。配信でも。うんうんうん。すごい、野島さんっぽいマジック。うん、イエーイ。こんな感じでね、なんかいっぱいひらがなのなんかカード使った手品ね、なんか作ってたんよ。なんか一時ね、まあね、作りがいもありそうだもんね、いろいろね。うん、そう。ああ。タクちゃんもね、ライムが好きだからね、いろいろ作れるかもしれないね。え、何リリックうん。匠のリリックが炸裂しちゃうかもしれないけど。まあ、そうですね。そうですねって思ってないそうですね。そうですね。こんな、こんな軽い魂のこもってないそうですね。そう。なんかもうそっち別のなんかゲームでもやってんのかみたいな感じの。なんか見てる。魂の抜け方でしたけどね。ああね、子供にもわかる。そうですね。子供にもわかる。うん。陽明酒は1日3回20ミリリットルまで大丈夫だ。アルコール度数14度だって。14度。やばない？暗くない？ 60 ミリリットル？え、ちょっと待って。俺14度だ。ワインとかと同じぐらいってこと？なんか、結構強めの日本、ウイスキーのショットぐらいの感じ？まあでも、20ミリだからね。うん。20ミリってさ、ワンショットより少ないよ。20ミリって言ったらもうなんか液体洗剤入れる時の量ぐらいじゃない？いや、それはさ、何を洗うかにもよって変わるからさ、その、いつも野島きの生活を知ってるわけじゃないから、みんなが、ね、あ、そうだね、なんていうさ、うちの感じじゃん、もう。そうそう。うちの感じの話になっちゃってる。我が家の洗濯する時の量じゃん。共感できないのよ、我が家にいないと。うち来る、うん、いやそういう話じゃなくて、ね、なんでちょっと待ってあの俺今俺が思ってる以上にこれラグある。そうだね。あ、なんかそうなんだ。コメントがなんか1分ぐらい遅れてる感じがする。そうだね、ラグある人もいますね。まあでもあれじゃない、あ、なんでって思って、うん、からやっぱりこう打ち出してこう押すってなるとそれぐらいラグが出ちゃうんじゃない、うん、そうですね、うん、もうまあまあみんなね、あの好きなタイミングで見てますからね。そうだよね。ああ、まあ。好きなタイミングで見てるから。なんだけど、あの、コメントを打ち込むと、ちょっとなんか心配されてんだけど。うん、お疲れ。いや。はい。そう見えてたら申し訳ないですけど、大丈夫ですよ。お疲れですか？疲れてんの？休む？いや。大丈夫？いや、まあ、お酒入ったから眠くなってきちゃった。いや、早くない？嫁酒飲む？それは。嫁酒飲む。いや、お酒入ったってさ、まだ、二口とかしか飲んでなくない？たくちゃん、お酒入ると何、何寝るの？あ、寝る、眠くなっちゃう。眠くなっちゃう、そう。ほら。うん。まあ、それにしても、早すぎるんですよ。早い。そんな。いや、お酒入って眠くなるのは分かりますけどね。え、配信前に結構飲んだの？いや、配信前、ギリまで寝てましたけど。うん。いや、寝起きで酒二口。それもさ、酒で眠くなったんじゃなくて、まだ起き抜けなんでしょ。あ、そうなのかな。いや、そうなのかな。もう適当だな、おい。ダメだ。ちょっと俺ら二人黙って、タクちゃんに喋らせてみようか、ここに。まあ、そうだね。放送事故になりますよ、本当に。いや、事故じゃない、してくれよ。じゃあ、でも、お二人でお泊まりに行ったときは、野島さん、なんちゅう顔してるんですか？そこ、いや、何？そこ拾い上げる？そこサルベージするの？マジで、お前。野島さんと、お二人で宿泊に行かれた時は何歳ぐらいだったんですか？
その時まだ2人とも未成年でしたね。大学生とかじゃないかな。うん。俺は多分16歳とかだから。へぇ。そうなんだ。15、6。はい。おケツが真っ赤の時ですよ。お猿さんの。まあ、まだ猛虎斑も俺あったしね。いやいやいや、赤ちゃん、ね、BCG の後もくっきりついてましたから、ね。いや、ずっとね。一生残るよ。一泊だけですか、それは。まあ、だから、そのイベントの搬入とかで、次の日早いから、泊まるみたいな。だそのイベントごとに毎回泊まるみたいな感じよ。へぇ。そう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 。そんな感じだったんで。そうですよ。まあ、だから、その、ある方の、なんか自宅にある、なんか機材を車に運ぶっていうのを手伝うっていう感じ。だから別にそんな、なんか面白い話になんないよ、これ。そうだね、普通に。え、でもね、その時の慎吾さんあれだよ。結構硬派なマジックやってたよ。いやいや、今だって硬派だよ。どういう。今だって風船飲んだりしてんじゃん。でも昔はなんか、いや、デックにカード通したら、デックになんか横向きにカード通したら変化するとか、ああ、硬派なことやったで。やりましたね。へえ。結構マニアックなの好きだったし。うん。ね、うん、なんか、監督がいらっしゃるのかな、プロデューサーがいらっしゃる、なんか、たくみさんさっきから兵しか言ってないって。大丈夫、それはそう思う。あのね、たくちゃんね、興味ないだったらまた振らないでいいそれは。そうですね、なんか、うん、いや、たくちゃん飲んでる、たくちゃん飲んでる、飲んでますよ、ほらこんな飲みましたよ、もう。あ、結構飲んでる。猫がなんかペロペロしてんじゃないのダメで、猫体に悪いから。そんなさ、画面こう2回ぐらいしか出てきてないこれが。そうね、なんか画面端でこうペッてペッてやってんじゃん。ペッてやってないです。やってないです。ああ、聞き上手。高橋匠、聞き上手。野島さん、オズマンド、どれ何年ぶりぐらいですか？いやでもさっきね話したけど、ね、年単位？リアルで答えと半年だと思うんだけど。さ、半年？わが今年さ、多分2月か3月か4月か5月に。いや、ね、ひどいのよ。出てんのよ。腕の悪い占い師みたいになってんだよ、それ。うん、ねえ、覚えてねえもん。でもな、今年1回だけ出たんよ。だから、うん、俺それさえ出なければ、もう1年ぶりっすよって言えたんだけど、だから出なきゃよかったね。いやその時は誰と出てたの？あれ誰だっけ？あー、タイガ。あー、ね、ちょっと待って、11日もタイガと一緒に出んじゃん。あ、そうだね、うん、バーターじゃん、ね、タイガのバーターやんけ。いやそういうタイガいないの？タイガいないの？コメント欄にいねえな、タイガさんね。タイガマン、じゃあ次のおいね、ゲストはタイガマン。こう、何これをどん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 毎回一人ずつ増えてって、最終的に100人ぐらい一緒にやるみたいな。ああ、そうだね。ああ、いいね、いいね、いいね。うん。これやりましょう。てかさ、タイガーさ、名前変えてから、俺、漢字変換めちゃくちゃ難しくなったんだけど。わかる。てか、俺、タイガー出すときさ、一回、なんだっけな、普通にタイガーって打ってから、その後爆画って打って、ちょっと文字削って検索して、わかるわかる、タイトさんね、なんでタイガの方も変えたのって思う、あれ。タイトさんね、タイトさんね、はい、元気してるかな、タイトね、元気してるかどうかは11日に見れます。そうだね、うん。そしてちょっと今急に思い出したんですけど、はい、嫌な予感する、酒の意味で。え、マジで。いや、これ普段飲んでなくてもこんな感じですね。あのさ、ちょっと今斎藤大河で急に申し訳ないんだけど、今回の潜在画像さ、なんか斎藤大河めちゃめちゃギザギザしてるの、なんかめっちゃ気になるわ、あれ。潜在、うん、見てみ、告知の告知画像。オズマンドの
えらい、これって告知画質がちょっと悪いってことかしら、はい、画質が悪くてちょっと気になるなっていう感じ。ああそうだね、本当ね、どっから持ってきたんだろうこの画像ね。なんか多分なんか Google の画像検索で持ってきたそんなやつ系うん、いろんなフィルターをくぐってきたんだよ。なんかあったじゃん、5000兆円欲しいっていう画像がさ、いろんな人がなんか画像保存で転載されてって最後ガビガビな画像になってるあんじゃん、もうそれだよ。なるほどね、うん、本当だね、ガビガビだ、ガビガビなんですよこれ。なんか普通に突っ込まれたんだけど、なんか前ブラックさんが出た時もブラックさんの写真ガビガビだったみたいなのあってあ、そうなんだ。いやまあでもそれはブラックさんがくれた写真がガビガビだったっていう。はい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 。だブラックさんは多分まだね、ガラケー使ってると思うから、ね。あれ、タクミタガシ寝た？タクミタガシ寝てないよこれ。起きてる。起きてる。大丈夫？起きてるよ。なんかタクちゃんの好きな話とかする？なんか。そうだね。最近見た映画の話とかにしとく？大丈夫です。大丈夫です。私は聞いていますので、お二人が喋ってください。大丈夫です。お前さ、俺、いや、昨日の夜、打診あったんよ、ゲスト。でさ、俺断ってたら、お前らどうするつもりやったの？いやね、二人の時はちゃんと会話するんですけど、三人になると急にね、なんか楽しちゃうんで。いやもう堂々と楽しちゃうって言っちゃったよこれ。コミュ障あるあるじゃん。いやいや本当にコミュ障あるあるでさ、奇数人数が奇数の時喋らなくなるっていうのがコミュ障ある。そうそうなんですよ。まあね、なんかさ、うん、野島きもやる前にこれ台本とかあるの大丈夫みたいな言ってたけど、うんうん、みんな大丈夫って言ってたけど、もう全然ダメだけど全然大丈夫じゃない全然、俺、なんなら今ちょっと頑張ってるもんね。そうだね。そうだね。一言だ、一言。そうだね。うん、そうだね。視聴者ちょっと高橋匠がもう、コメント欄に打ち込むレベルじゃん。もう。そうだね。完全にもう聞き戦やねんかい。いやそうだね、急に。うん、なんか、質問があったら聞いてみましょうか、うん、野島さんへ。よかったら寝ていいからね、タクちゃん。いや、もう今夜は野島ザナイトなので。そう、うん、なんかコメントでもし、野島さんへのね、そう、質問があったら。なんかね、泥酔するまでちょっとやめれないなって思ってるんですよ。あ、そうなん。まあ、じゃあ、とりあえず1本全部飲むわ。はいはい。いや、野島さん、煽るとすぐね、乗ってくれちゃうからね。うん、そう。野島さん、ガンガンいけるからな。いや悪い顔してるわ。そういうとこある。まあでも実際なんかさ、何年前だっけな、冒険会でね、野島さんが隅で寝た時も、結構タクちゃん、うん、野島さんの前にこうお酒をこうさっと持ってってたよね。目の前に液体あると空にしたくなる。飲んじゃうんだよ野島さんはね。なんか本能。本能がね、もうそうなっちゃう。うん。見る見るうちにね、顔が白くなっていくの、それで。そう、本能寺。あ、変ね。お変の話ね。やめようか。いや、おかしいね。忘年会の時面白かったって。そうだね、忘年会の時面白かった。ええ、いた？いや、でもほら、配信してたよね。配信ね、あれでもあの配信した後だっけ？後だね。あの時の裏話普通に話すとあれやで、俺高橋たくみと絡んでるといっぱい映るなと思って、すっげーウィーって言ってた。まあでもなんかもう後半はみんな配信してるとか忘れてるんじゃないかっていうレベルの配信だったよね。そう、私もう床で寝てましたから、うん
ね、床で寝てるから起こそうっつってカメラを向けてなんかちょっかい出してやってたよね。あだいいよいいよとかね、ね、やってたやつちょっと氷取ってくるわ。でその後いってらっしゃいませ。あれだよね、うん、天下行ったんだよね。天下ね、あれね、あの事件ね、あの事件ね、あの事件ね、野島事件、うん、ヘッドホンしたまま行ったのかな。そんな近いの？いや、でけえな、おい、氷が。めっちゃ近いんだよ。え？何それ？いやいや、もう一回溶けてもやってやっちゃってんじゃん。1キロの氷です。はい。冷凍保存に失敗したやつですね。いやあるでしょ、なんかこうカチカチカチみたいなとかさ、でこぼれる、こ倒れないタンブラーなのにすげえこぼれそうだった今。いやおいやもう典型的な酒に酔っ払われちゃってるやつじゃんこれ。もうこの氷詰めて、こうやって調子に乗って白くなっていくんだな、うん。あ、ただいま。しゃ戻るの早いっすよ。だってもう、徒歩2歩だからね、冷蔵庫まで。なんかそんな感じしないよね、後ろが。うん、まあもう、もはや、2歩って言ってくれていいけどね、徒歩2歩って。徒歩2歩。アイスピックは、アイスピックないよ。アイスピックあるもん。いや、まあアイスピックなかなかないよね、家には。なんかスプーンとかね、フォークでいけばいいけど。ちょっと熱い脱ぐわ。よいしょ。太ももでは普通は行かないけどね。太ももで行ったらなんかめっちゃ床に散らばったんだけど、コナン君のトリックでそういうのあったなって思った。自殺をなんか他殺に偽装するやつ、あれ。ああ。あったね。太ももで割るやつね。太ももで割るやつやけどだっけ。氷でナイフ固定するやつ。コナン君ね。うん。氷系結構出てきますよね。溶けるからね。うん、ね、氷はよく溶けるからね。よく溶けるからね。うん。まあ、だからほら、そこの辺がね、やっぱり、自分で考えてるんだなっていうね。青山豪昌も人間なんだなっていうね。やっぱマジックもあるからね。あ、この人の作品、この技法ばっか使ってんな、みたいなね。あ、あるね。あるあるある。パクリじゃないんだな。パクリじゃないな。え、そんなとこで反応しない。なんか、最近はおすすめのマジシャンとかいるんですか、野島家は。あ、マジオンの商品紹介も全然して大丈夫ですよ。そういうの先言ってくんね。今思いついたから。うん。あ、本当に？そう。なんて言ったって台本がないからね。いや、てかマジシャンだったら、宮本オズマンド呼ぼうぜ。宮本って花ティッシュの子ですか。あ、そうそうそう、花ティッシュの宮本、あいつマジで面白いわ、はいはいはい、うん、なんか展開があったら展開良かったかもしれないけどね。そうだね。え、展開なくなったの？ちょっと待って、俺マジで何も情報ないんだけど。マジで、ちょっと待って、ちょ一回配信切ろう。いや小声だけどマイクに入れてんのよ。めちゃめちゃ乗せようとしてんの。放送に乗せてんのよ、それは。うん、そうだよ。あれ知らなかったんですか。いや急にさ、ジャケット着なくなってからさ、野島木が首だけ浮いてる電波少年的になっちゃったのよ。一回ちょっと背景変えよっか、そしたら。ああ、そうそう、なんか変えてよ。じゃいろいろあるでしょ、だって、そりゃ。背景だって。これでしょ。ああ漫画背景でしょ。かわいい。でしょ、はい、うん、ああ、野島さん寄ってきてる。まあ、寄ってきてはいると思います。はい、野島さん、めっちゃ強いんですねって言われてる。野島さん、飲んでますよ。飲んでますよ。そんな強くねえよ。普通。野島さんって天然ですか？知らないっす。まあそうだね。知らないっす。本人はなかなか判断できないもんね。そうだね。うん、自分天然なんですっていうやつはマジでクソ野郎だと思ってるんだよ。でも野島明は天然だよねとか言われたことない。言われねえよ。言われない。じゃあ天然じゃないんじゃない？天然じゃない。天然じゃないっす。養殖です。あ。声がでかいってまた言われちゃうんじゃないの？いいね、そんな声あったら。
敵しかいねえよ、これ。いやいや、全員味方でしょ、もうそんな。振り返れば味方しかいないでしょ。ね、もうほんと、信じてっかね。俺、背中預けてっかね、お前らに。ああ、いいですね。刺される準備万端ですね。清瀬の変じゃねえ。急に、清瀬の変って入ってきたけどね。うん、あのね、ハッシュタグ、ハッシュタグ、清瀬の変2021ですね、正確には。で、調べる、で、ツイッターで調べると、割と出てくるかなって思います。いやでもお酒どうなんすかね。確かに声が、え、声が、俺声変わってる。いやいやちょっと声が遅れて、あれ声が、ちょっと待って、無理、これ無理なんだけど。いやでもさ、もうそれはもう配信でやってもたださずれちゃってるだけかもしれないもんね、もはや。ずっとずれてるかもしれないしな、うん、声が大きいって。いや別にそれはもう機材じゃなくて、まだ声でかい。テンションが上がって声がでかくなった。まだ声でかいの。え、俺もさらにつまみ、さらに俺つまみを下げる。いや別にいいんじゃない。いいか。タクちゃんの話全然引き出せてない。あ、大丈夫ですよ別に。大丈夫大丈夫ですよ。大丈夫。多分なんかあれだよ。多分あれだよ。みんなタクちゃんの話聞きたいんだよ。このはいはい。タクちゃん36人がさ。逆に、タクちゃんの聞きたい話なんか、あれば、うん、コメントであれば、聞いてみましょう。野島さん、昨日、地震大丈夫でした？うん。事務所。うん。大丈夫だったよ。いや、あれさ、マジで、本棚すげえものいっぱいあるからさ、なんか、何個か倒れるかなと思ったんだけど、全然大丈夫だった。逆に重すぎたんじゃないの？もう、もはや。あのさ、この間あのおずちゃん、この YouTube チャンネルかな、でインタビュー受けたじゃん俺。はいはいはい、訪問ね、マジの訪問で、あん時にあのまあ撮影してくれたのがブッチさんなんですけど、うん、ブッチさんがさ、なんか ここにこれを置きましょうとか、いろいろ なんかあの映像映えを意識してなんかいろんな指定してくるんですよ、うん、で、うんうん、その中の一つが一番上、棚があるんだけど、あっちの方に棚あるんだけど、一番上の段にトロフィー並べましょうって言ったのね、うん、一番上の段にトロフィー並べたらさ、地震あったら全部落ちるやん。そうですね。すげえことになるじゃんと思って撮影した後全部ブワーってすぐ下ろしたんですけどね、下ろしてよかったって思ったね。あん時の俺グッジョブって思いましたね。トロフィーはいつも飾ってはいるの？トロフィーね、床に直置きしてる。危ないもん。地震あったら、だからなるべく倒れやすいものは低いとこに置く。あの、島木は今の、うん、あの、次回のフィズムとか挑戦はしてる？してないの？まだ。してない。まだっていうか。してないっていうか、だって今回はしない。うん？国内選考会棄権しちゃったから。あ、そうなんだ。今回出れない。そういうことね。うん。そういうコンテストには今後は出てくるの？野島きは。わからん。わからん。どうなんだろう。出ていいの？え、みんな俺出ていいの？コンテスト。もう。いや、それは、誰も止める人はいないけどさ。なんかこの間怒られたんでね。もう国内大会出なくてよくないみたいな感じで。いや、まあ、ほら。それは、国内大会を取るために出るわけじゃない出方でしょ？結局は。うん、そうそうそう。うん、世界に行くためには国内出ないといけないからさ。フィズムだったらもうなんかそうなんですよね。フィズム行くんだったらもうあれ出ないといけなーみたいな。そういう大会には出てたんだけど。うん、なんか、あとは、後輩を育成するみたいのはないの？うん、そのビジョンの中に。あ、いや、でも俺、毎週、あれやわ、なんかマジシャン交流会とかオンラインでやってるから。うん、なんかそういうとこで質問とか受けたりして、なんか答えて。あすまじ？集まれ動物のマジック。あ、違う、まあ確かに、そこのパロディなんだけど。ほら、タクちゃんの話聞きたいってコメントすげえ来てるよ。まあ、タクちゃんの話はいつでも聞けるんでね。そう。じゃあなんか普段できない話しようよ。なんか、タクちゃんできない話。いや、酔っ払ってる人の考え方だな。タクちゃんの、なんだろう。だから、たくみたがしの何が聞きたいかちょっと、で、コメントで、うん。コメントでいきましょうか。あれば。
そう、野島さんペース早めって聞きますけど、あの1時間でさ一缶飲み切らんといかんからさ。そうそうそう、まあまだちょっとあるよ。どうなんどうなん、なんかあれだね、コメント欄でなんか攻めた質問しづらいよね。そうだよね。そうそうですね。え、じゃあなんか、じゃあとりあえずあれか、好きな女性のタイプとか聞くか。好きな女性のタイプか、うん、どう、キラリクリ何、あ、そういうことじゃない、そういうことじゃない。じゃあ好きな、好きな女優とかアイドルとか。好きな女優とかアイドル、うん、アニメキャラでもいいぞ。アニメ見ないんですよ全然。はいはいはい。え、女優さん深津絵里さ、もうさ更新してなくない情報。お前とりあえず言ってていいと思ってる。いやいや、それも学生の時のさ記憶でしょ。いやいやいや、今も今最近何も見てないな。あ、そうそう、最近の女優さん全然知らないの。どういう系がいいの。え、綺麗系、綺麗系、可愛い系、綺麗系かな。綺麗系ね。おとなしい人がいい。身長は高い低い。身長あんま気にしないけど、あんまグイグイ来る人やだな。いや、だおとなしめのね。そうそう、おとなしめね。おとなしめの、だから作者もね、別にグイグイ行くタイプじゃないから、うん、2人でいるときはもう基本無言みたいな。無言ぐらいがちょうどいいと思うよ。まあでもそういう人いるよね。そういうカッポ時々いるよ。あんまり干渉してこない感じ。そう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 。そうね。あ、ヨーヨーがミラジョビッチって言ってる。ミラジョビッチなの？ミラジョビッチ好きです。あ、そうなんだ。おお、綺麗系ね。綺麗系。じゃあ何、タクちゃんはそのあんま干渉してこないタイプって言うけど、はい、なんか浮気とか許せるタイプ。浮気、いや浮気されたことないから。うん、こうされたらまあそれはなんかその時思うことがあるんじゃないですか。もう多分浮気された時に指詰めです、指詰め、うん、そうそうね。浮気された時にその反省する自分にも非があったのかなとか思うタイプが。いや、てかもう、でも浮気されたりしたりとかもうその時点でもう破綻してるもんね。終わりだよね。うん、そうだね。ミラジョービッチって綺麗か。フィフスエレメントの時。フィフスエレメントの時。いや。結構目離れてるよ。そう、ちょっと調べよう。そうなんだ。いや、なんかトータルでそう、いや本当にミラジョービッチは綺麗だと思うしめちゃめちゃいいけど、うん、ミラジョービッチ2の人はさ、うん、そんなに綺麗じゃないんだよ多分。ミラジョービッチ か、 だかトータルだよね、その体も含めてのさ。え、アマゾネス系が好きなの。アマゾネス系好きじゃない。アマゾネス系っていうの。アマゾネス系って言わない。アマゾネス系って分かる。なんか遊戯王から出てくる感じの。いやいやいや、遊戯王みんな知ってると思わないよ。そうなの。知らないの。いやいやいや、あの2人はねよくねご存知だと思いますけど、うん、ら怒られたもんね。そうなの。怒られた。エクゾディアの変で。エクゾディアの変があったの。俺マジで大体なんかやると怒られんだよ本当。何怒られた。エクゾディアでさ、いやマジ系でオービスだっけ、うん、なんかそう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 、オンラインで、オンライン会場ですね。オンライン会場がなんかあって、はいはい、そこで自分のアイコン好きに設定できるんだけど、あの、うんうん、5人集めて、俺含めて5人集めてエクゾディア召喚して俺が、俺頭部なっつって、じゃあお前右で、左腕っつって。で、エクゾディア完成させて、5人で、めっちゃいろんな、なんか、会場をうろうろしてたんだけど、はい、あの、めちゃくちゃ怒られた。はいはいはい。そうだね、その、マジ系が知らない人いるかわかんないけど、マジックの、いや、マジックのね、はい、こう、みんな売ってたりとか、マジックの話をしてるとこだから、うん。
まあ、ただ単純に冷やかしをしてたってことになっちゃうわけだね。そうだね。ふざけてね。すげえ悪乗りしてる。いやでもあのね、あれ近づかないと何やってるか聞こえないし見えないんですよ。そう。わかるわかるわかる。あのシステムでね、うん、近い人は聞こえるっていうね。そうそうそう。あったよね。だからもうエクゾディアで行っちゃった時にはもう手遅れだった。うんそうそうそう。だからエクゾディアで行った時にはそのグループが何してっか、あの音も映像も何も見れないから、うん、だからまさかね、エクゾディアでいる時はもうその人たちだけで固まんなきゃダメよね。そうだからまさかそんな、なんか長年、うん、長年なんかその見たい見たいって思っててようやくリクエストが叶った実演の最中だとは思わないじゃん。そうだったんだ。いや、 いやまあ、 あのじゃなくても絶対ノイズだよね。みんなグループがあるわけだからそれぞれ。せやねん。せやねん。わ、変なん来たってなるけどね。ねえ。いやー。いやだから、ね、あの時最初5人で始まって。おミラブ・ジョービッチ。ミラブ・ジョービッチ。眉毛ないけど大丈夫大丈夫と大丈夫わかんないけど。フィフスエレメントのミラジョービッチだと、これが隣にいることになるけど。うん。まあ、そうだね。いい？いい？うん。大丈夫。髪の毛オレンジか。え？みたいな。あ、ちょっと変なやつ出てきた。髪の毛オレンジで大丈夫？髪の毛オレンジか。髪の毛は黒か茶色ですか？もっとちゃんとした写真の。なんか。選んでくださいよ。ティームレボリューションみたいになってるけど。だからもっとちゃんとした写真選んでください。いやいやいや。出てきたのよ、これが。いやいやいや。もっといい写真選んでください。ある？こっちの方が可愛らしいかな？もっといい写真でしょ。いやいや、ちょっと。髪の色探してよ、たくみたかんし。髪の色オレンジで固定なんや、ね。いや、だって、フィフスエレメントだから。うん、そりゃ。フィフスエレメントね。そう。逆にオレンジじゃなかったらダメでしょ、そっか。え、あ、そこは固定なんだ。え、好みのタイプはオレンジ色の髪ということですか。いやいやいや、そうそう、それやだ。オレンジ色で眉毛があんまないやつ、ね。それ言っちゃうと、今後オズマンドに来るお客さん、オレンジ色の髪の人来ると思うんですけど。いや、まあ、だから、あ、オレンジ色だったら、あ、この間の配信見てくれたんだなってさ。あ、それでわかるから。髪オレンジにするってなかなかリスキーだからね。そうですね。でもさ、なんか明るめの茶色とかだとさ、うん、まあオレンジっぽくなるじゃん。まあまあまあ、そうですね。だ、逆に今配信見ててそういう色の人だったらやばい、いけないじゃんみたいになっちゃうね。ああ。タクちゃん髪染めない？私オレンジっぽいわみたいな。タクちゃん髪染めないの？いや、昔染めたことあるんですけど。うん。あの昔ね、シルバー、何色？シルバー。え、そう。え、見た。え、その時の写真ないの？見た。全体じゃなくて内側だけなんですけど。いや、見た見た。え、ないの写真？見た。探せばあると思いますけど、なんかね、維持が大変で、シャワー入ったらすぐなんか金髪っぽくなっちゃうし。へ、ね、シルバーってなんかすごいね。何歳ぐらいの時？スウェーデンにいた時で17ぐらいかな。ああ、なんかさ、海外で髪切るとさ、うん、なんかその美容師さんのなんかセンスでアジア人はなんか角刈りだろうみたいなイメージでされるみたいなの聞いたんだけど、あれ大丈夫だった？いや、私は大丈夫でしたけど、まあ、うん、多分、うん、まあされると思います。されるの？されることもあると思いますよ。あ、いやでもそうだ、そう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 。なんかアメリカ、ま、留学してた時に散髪行ったら、うん、マッシュルームみたいにされた。うん、おかっぱみたいに。やっぱそういうイメージなんだよね。うん。っていうかさ、うん、ね、それさ、サービス的にどうなの？だって日本のさ、うん、美容院で外人がいたとしても、うん、なんか別にそういう髪型にしないじゃん。どういう髪型いいですかって話になるでしょ。うん、そんな勝手にされんの海外の人は。いや、まあ、なんか言語の壁みたいなもんなん。そう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 、だから言えないから、最初始めてた時は英語喋れないし、
そういうことね。ちょっとヘアカットプリーズって言ったら、ね、お任せでみたいなこと言うと角刈りになる。そう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 。いやさ、そのジェスチャーがさ、じゃあちょっとあのプリーズカット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 ってやってたらさ、これ角刈りになっちゃうよね。そうなるね。カットカットって。そうね、それはなりますわ。あるある探検隊みたいになっちゃうね。うん、うん、そういうことだ、ね。ああ、ヨーヨーさんも角刈りにされましたと。なるほどね。やっぱあるんだね。あ、え、角刈りのヨーヨー見たいわ。え、角刈りのヨーヨー見たい。え、写真送って。角刈りなのかな。ラインか。これにしてください。オッケー。で結局角刈り。あ、マジ。マジで。いや、なんかな、その海外で髪切るのは危険みたいなのはよく聞くのよ。あるんだね、やっぱり、うん、そういうの、うん、あるね、やっぱ。だって俺もなんかフィズム2015の時かな、テルシタさんがさ、なんか負けた次の日特屋とか美容室行って丸刈りにして帰ってきたからね。丸刈りとか、ま、完全坊主にして帰ってきたからね。あー、こいつすげーって思ったね。入賞できなかったら坊主にしますってやつですか、うん、そう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 、それ、イタリアでしたっけ。そう、イタリアの時で、俺もなんか2015年負けたから入賞できなかったから、うん、じゃあ坊主にしますって言ったんだけど、うん、その時テレビの撮影入ってて、はいはいはい、収録終わってから坊主にしてもらえますって言われた。帰国してから収録終わってで、それから坊主にしたんだけど、テルシタさんは早かったね。もうイタリアにいる最中に坊主にしたの、早かったわ。すごいね。その取材もそこは密着はしてくれなかったね。面白いとは思ってくれなかったね、うん、ちゃんとした絵で終わりたいと。そうそうそう、うん、ね、なんかちゃんとしてるなテレビ局はって思いました。それをいきなり坊主になったらね。まあね。まあせやな、せやな。こんなわけでね、ということがありました。まあ特に皆さんからも質問もないわけでね、うん、はい、ないないね。なんか言い残したことはないですか。え、ちょっと待って。え、どうした今。フリーズ、電波悪い。たくちゃん完全に視聴者やね。いや、楽しいな見ててって思って。いや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 、あれやで、完全に今てか今さ見てる36人中35人はたくちゃんのファンやで。いやいやいや、そんなことないですよ。あ、たくちゃんにちょっとしゃべって、あ、そう、たくみさん好きですってコメント来てます。ありがとうございます。はい、野島さんも好きですよ。え、何、ありがとう、ありがとうなんだけど、しんごさんも大好き。いやいや、いいね、そういうのは。いいね、ええね、ええね。いらんね。営業好きはいいね。営業じゃないですよ。営業じゃないですよ。いやー、まあでも11日お願いしますね。まあね、なんか11ね、あ、お願いします。こういうオンラインの飲み会ぐらいしかね、できないけどね、このご時世的には。うん、そういえば野島さんとホテル一緒に泊まったことあったよね。一緒のベッド。あったね、一緒のベッドで。一緒のベッドで寝たよね、そういえば。忘れられない夜になったね。そうだね。それはどういうことなんだろうかな。懐かしいな。いや、なんかさ、野島に葉巻を吸わせたいって言われてさ、めっちゃ拒否ったもんね、俺。なんか忘れてたわ、それ。うまいこと拒否ったもんね、俺。危なかった、マジ危なかった、あれ。え、それは なんで拒否言ったの。いや、てか俺タバコ吸わないもん。はいはい。でも、え、ハマキとタバコってやっぱちょっと違うんでしょ。違いますから、うん、肺に入れないですから。違うんだけど、うん、だそういう煙をこう振ってやるのが嫌だったと。うん、だからなんか、はい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 みたいな感じで一応流してたら、うまいことたくちゃんが忘れてくれたんでよかった。そうだ、懐かしいな、あれいつでしたっけ。19年、19年でしょ。20年じゃないでしょ、さすがに。そっか、
うん。え、だってあれ、たくちゃんチャンネル YouTube チャンネルに上がってんじゃない？あったあった。あったあったねえ、なんかずっとカメラ回されてさ、なんか俺面白いこと言わなきゃと思ったんだけど、うん、特に思いつかないから、なんか、ウィーって言ってだけでさ、これでいいのかなと思ったら、なんかちゃんと映像になってびっくりした。すげえな。あの編集力すげえわ。いやいやいや、懐かしいな。男の人と一緒のベッドで寝たのは野島さんが初めてですか？あ、ほんま光栄です。めちゃめちゃそのこと言うじゃん。コメントもね、早くオズマンドに行ける日が楽しみですと、はい、コメント来ておりますね。いや、まあでもこ、でもあれかね、コロナ禍もだいぶ落ち着いてきてはいるし、うん、そうだね、うん、なんかそういうそのみんなに気軽にオズマンドに来れる日がね、なんか早く来そうな気がする、ね、今年はね、忘年会が行われるのかどうか、うん、分かんないな。たくみさん動画上げてくる。むしろ今編集頑張ってるところなんですか。そうです、ね、てかさ、おあ、なに、俺のファンいるの、マジでありがとう。コメント欄見てます。オズマンドに行ける日、てかさ、俺この間なんか医療、あのお医者さんとちょっとお話する機会あったんだけど、うん、この間っていうか1週間前ぐらいなんですけど、うん、マジで今感染者が減ってる理由が医療界誰も説明できないらしいよ。怖い。なんで減ってんだろうってみんな言ってるらしいよ。怖い怖い。え、それは何、医療関係者は減ってるっていう体感がないのになんで減ってるんだろうな。そうじゃなくて、だから理由は説明できなくて、実際に減ってるんだけど、うん、なんか理論値よりはるかに減りが早いから、これなんでだろうねっていう。だからめっちゃ減り早いからまた元に戻んじゃねえかっていう話になってるらしい。はいはい、だからこのまま感染者が少ない状態維持できるかどうかはこれ皆さんの努力次第、うん、はい、信じるか信じないかはね。いや、でも医療事業者が言ってんだったら多分そうなんですよ。いやいやいや、そうですよね、うん、そうなんですよ。あれ、野島さん酔っ払ってるんですか？酔ってるよ、何言ってんだよ。お前一缶全部飲んだやぞお前。これもんやぞ、これもんだし、これもんって見せたいんだけど、もうほとんど残ってない。じゃあ全部飲むね。報告入りました、全部飲む報告が。じゃあ、うん、次回はサンタとかタイガマンとか その辺りが呼ばれるんじゃないかななんてね、うん、4人だよね次回は。あ、そうだね、どん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 そうそうそう増えていきますから、うん、まあ最悪来れなかった場合はアイコンだけ載せますんでね、うん、ちょっと俺も行けたら行くから呼んで、はい、行けたら行く、はい、行けたら行く男、そうだね、行けたら行く男の情報の部です、よろしくお願いします。もう言えなくなってるもん、クソだよ。お、急にカメラが切り替わっちゃったけど。締めの手品やるか。あ、締めの手品やるか。C。あ、今見た？見た？はい、C が出ました。C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 。まあ。まあ。いや、マジで酔ってんだ。いい。獅子舞。獅子舞です。獅子舞が。おしまいになるということで。おしまいは。そろそろ締めに入りましょうよ。いやいやいや、いや、もう入ってんのよ、だいぶ前から、ね、入りましょう入りましょう。もういや、もうずいぶん前から入ってんのに、急にさ、なんか、いや、うん、野島さんと2人でベッドで寝たんですよとかね、うん、急になんか終盤にこうぶっこむ人もいるしさ、びっくりしちゃってさ。野島さん、こんな楽しい方だと思わなかったってことに。思わなかったって。わ、マジで？え、マジで？いやいや、ちょっと、が楽しいかどうかちょっとわからないけどね。ちょっと一回見ないでもらっていいですか？かわいいってあげると。はい、というわけで。ということでね、やった。今のところ、毎月、第2週の金曜日にこれやってるんですけど、
あ、そうなん。じゃあ来週また金曜日来ます。来月。うん。毎週って言った今。来月、ね。毎週。来月だ。毎月の。毎月だね。そう。あれ、アマゾン届いたみたいな感じだった。アマゾン届いた。ちょっと待って。来客あった？うん。行っといで。この時間だからなんだろう、ウーバーイーツかな。全然終わらせてくれないじゃん、いろいろ。俺さ、この間なんか深夜1時ぐらいにウーバーイーツ頼んだらさ。そんな時間に頼めんの今。いや、で、頼めたんだけど、1時間後に、なんかドライバー捕まんなかったんで無理っすって連絡来た。いや、マジで。俺この空腹の1時間返せよとか思ったもん。それ、そんなことあんだね。はい。頼めるけど、ドライバーでダメだった。そう。ドライバー次第なんやな、ウーバーイーツって。全部飲んだよ。というわけで。はい、ということで次回はね、もしかしたら来月の12日金曜日、11月12日金曜日。はい、わ、はい、かりました。行けたら行くわ。はい、行けたら行く男、野島信之、うん、はい、行けたら行く男、野島信之と申します。よろしくお願いいたします。あ、言えたね。いや、ウーバー、まあ寿司だな、これ寿司来たわ、絶対。寿司だ、ピザと寿司来た。さっきピザで、今回寿司だな、これ。急に警察とか踏み込んできたらどうする？すごい衝撃映像になって終わっちゃうけど。これ多分タクちゃんがさ、配信してるでしょ、うん、だから配信終了できる権限、うん、タクちゃんしか持ってないんだよ。そうだね。はいはい、あ、大丈夫だった。大丈夫だった。大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですか。警察じゃなかった、大丈夫。ちょっとそれは言えないですけど、うん、マルサの女入ってきてない、大丈夫。大丈夫。マルサだとすると脱税なんだけど、このタイミングで来ることある？10月にマルサ入ることある？コロナ禍でちょっとずれ込んじゃったんだろうね。そうですね。はい。まあ、そうですね。新子さん。野島木が話すの？マジで新子さん欲しいね、これ。いやいや、次回も新子さんいないと無理だね。そうだよ。みんないないとダメだよ、みんな。うん。どんどん増えていくから。じゃあみんなで仲良くやるか。ま、ね、そうそうそう。うん、こう、みんなのそれぞれアイコンがこうちっちゃくて見えないぐらいまで人数を増やしていこう。増やしていこう。増やしていこう。いや、背もたれ使ってる場合じゃないのよ、今のタイミングで。これ本当にアーカイブ残す。もう、終わりなのよ。これ本当にやばいの残るの。なんか最後さ、はい、最後11日の宣伝しないと終われないんじゃない？そうですね。ああ、そうだね。ということで、ですね、はい、10月11日、月曜日でしたっけ？月曜日。はい、オズマンドの、オズマンドウルトラマジックオンラインだっけ？あ、そんな名前なんだ。そう。オウモね。オウモ。OUMO。うん。ではですね、完全生放送で私が、MC、そして、アシスタントに荒谷さつき、そしてゲストに野島信之さん、斉藤大賀さんで、マジックのパフォーマンスをオンラインで見ることができますので、皆様、チケット販売中でございます。ぜひお買い求めくださいまし。まだ買えるんですか？いや最後ちょっとまだ買えるんすか。ちょっとエコーが早かったんだけど、うん、切れるのがちょっと早かったね。ちょっとね、そう。いや、ライブならでは、ライブ感がすごい。ちょっと何て言ってんの。大丈夫？何タクちゃんこの後寝るの？寝ない。大丈夫。寝ないの？大丈夫。これからだから夜はこれからだから。夜はこれからだから。というわけでね。はい、というわけで。はい。楽しかったですけど。はい。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね、とりあえず一缶全部飲んだよっていう、ね。はい。報告はした。みんな飲んだの？お前ら飲んだんかよ。飲みましたよ。飲みました。飲んだんかよ。飲みました。
なんか、よっしゃ、いいだろう。はい。はい。11日よろしくお願いします。はい、11日よろしくお願いいたします。11日飲んでないんで大丈夫、大丈夫です。うん。それは飲まないでください。はい。はい。逆に、じゃあ、飲んだ方がいい。いや、だ、聞いてる？繋がってる？そこ、ここ入ってる、ちゃんと。飲まないでくださいって言ってるのよ。聞こえてんだけど。ああ、そっかそっか。慎吾さんの意見しか聞こえてないから。そっか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 。ごめん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 。慎吾さん口悪い。そうだね。慎吾さん口悪いっていうか、別に、言いたいことお前らって言ってるだけなんで、大丈夫です。いや、大丈夫かどうかは分からないけどね。まあまあ、受け取り次第ですけど。というわけで。じゃあまた次回。大丈夫。ドジモキが閉めた。ドジモキが閉めたよ。はい。次回のね、おずちゃんでお会いしましょう。はい。お会いいたしましょう。次回お会いしたいので、次回読んでください。ありがとうございました。はい。ということで、皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。またねー。またよっしゃー。